これからのシーズンの、管理釣り場用のフライロッドですね。フライリール。私が使っているものなんですけども、オービスの7番、8番、こちらも同じですね。オービスの7番、8番。この方はですね、もうだいぶ年季の入ったシルバークリークの9フィートを使ってますね。こちらはもう安いものなんですけどもね。ちょっと振るのに何気に好きな感じのロットなんで長く愛用してますね。で、こちらがですね、缶釣りでよく使う、自分専用で使ってるマラブーなんですけどもね。意外と釣れるかなという感じのマラブーですね。主にマラブーですね。たまにこういった中から選んでドライモを使ってるんですけども、その時の状況に合わせてですね、使っております。それとですね、これから渓流終わりましたので、鬼怒川のカジカ釣りもね、このような、どのくらいですかね、1メーターちょっとぐらいのロットですかね、金魚用のロットを使ってカジカを釣りに行ってます。これから、ね、今年雨が多いので、ちょっと水量多いかなと思いますけども、水量が少なくなった時点で、結構いい狙い目がありますので、これから行ってみたいと思います。なかなか時間がないんですけどもね、時間を取って行ってみたいと思います。このようなものを使ってます。